はい、皆さんこんにちは。リハの目チャンネルです。このリハの目チャンネルでは PTOT、SE の皆様に有用な情報をお届けしたいと考えております。今回のテーマは、就職活動で絶対に確認すべき条件、PTOT、ST の給料とライフスタイルに関してちょっとお話をしたいと思います。何をね、皆さんに気にしますか？このスライドもね、今回出しましたけど。面接時に聞いてほしい。ちゃんとしているところだったら、ちゃんと答えます。ここでよどんだりとか、そもそも数字を把握していないっていうことになると、そこに意識が向いているのか。例えば、月の時間外労働時間って何時間ですか？ね、うち前者だと 5.8 時間で、リハだと先月だと 4.7 時間だったかな。時間外労働を把握しているかどうか、管理職がっていう。そこのポイントですね。あとは、まあ、就職時に考えれば、みなし残業の有無。これね、みなし残業に関して、後でちょっとしっかりと話しますんで。で、まあ、訪問ね、やるんだったらインセンティブ制を使ってるのか使っていないのか。個人的にはインセンティブ制っていうのは若い人には合ってると思うけど、ある程度年齢重ねると、インセンティブ制どうかなっていうところはあります。正直言うと、インセンティブ制って、どうしても利用者さんを一人で担当する方に方向性がどんどんいっちゃう。まあそうですよね。要するに訪問行けば行くほど給料が上がるっていうんだったら、自分で囲い込んだ方が楽です。他の人と共有する必要はないですから。ただ、それやっちゃうと、引き継ぎがうまくいかないんですよ。で、僕たち、この訪問看護ステーションとか訪問リハっていうのは、社会のインフラなんで、継続性をまず考えなきゃいけないんですよね。産休育休で移動だとかね。そうなった時に、引き継ぎがうまくいかないと、その継続性っていうところがちょっと危なくなっちゃうんですね。そういった理由で、うちの会社ではインセンティブ性は取っていないですけど、若いうちにね、そういうものを経験しているのも、まあ一つかなと考えております。あとはですね、病院ですと、週の平均単位取得数ですね。それがどれぐらいなのか。あとは部門の年間離職率。および年間休日日数、ちゃんと分かるように。あとは有給取得率ですね。まあ、ここら辺の数字私全部言えますね。平均単位取得数はね、言っても分かんないけど、まあまあまあ、今まだ全然 100% に平均では到達していない事業所が多いですね。これはまあ人入れたっていうところもあるんですけどね。今だいたい8割、9割ぐらいでいってるんで、これ 100% にどういうふうに持っていくのかっていうところですね。部門の年間離職率に関しては、去年1年間で退職者は正社員1人だけでしたから、もう離職率出すまでもないですね。100人近くセラピストいる中で1人だけですから、まあまあまあ、そうだねって 1% 以下かな。年間休日時数は介護保険事業に関しては114日、有給取得率は 85.6% でした。で、数字の意味まで説明するともうちょっと時間かかっちゃうんですけど、だいたい有給取得率っていうのは全国平均で 50何%ですから、まあまあまあ、優秀かなと思っております。これは数字がいいか悪いかの問題ではなくて、その管理職がそういった数字を気にしているのかどうかっていうところなんですよね。メッセージに聞くっていうのは。それはちゃんとそこの数字をコントロールしなきゃいけないっていう意識が働いているのかっていうところですから。あとは今日の本丸、みなし残業の、みなし残業っていうのは本人の勝手にしていいようじゃなくて、今日は何時間やりました、何時間やりました、何時間やりました、30時間超えますとかね。そういう話の管理はしっかりしなきゃいけない。そして実はみなし残業って自分で勝手に残業できる制度じゃなくて、これは30時間以内だったら毎日この時間まで働きなさいっていう組織が命令を下せるんですね。時間外労働っていうのは命令ですから。そしてちゃんと対価を払えば業務命令としてこの時間までやりなさいって言えるものなんですね。となるとこっち側の横でタイムスケジュール出してるんですけど、例えば9時からね、6時までの業務で残業30時間っていうことになると、だいたい1日 1.5 時間ですよね。こうなるともう7時半に退勤して、家に帰ると8時過ぎで、そっからご飯食べて風呂入って、少しだけちょっとなんか時間があって寝て、また朝起きてっていう。まあうちある程度年齢いってるスタッフが多いんであれなんですけど、家族でご飯食べれない会社にしたくないんですよ。年取るとわかるんですけど、みんなでご飯食べれる幸せなことってそうないですよ。寂しい人生だなって思われるかもしれないですけど、けどもう結局いろんなことやってきたけど、好きな人と食べるご飯、それより大事なものってないですよ。ね、それちょっと考えるとやっぱりうちは定時で帰ってもらいたい。もちろん忙しい時定時で帰れない時だってありますよ。ね、今日それでも基本は家族みんなでご飯食べれて今日も良かったねおやすみなさいって言えるようなものを作りたいと思ってます。みなし残業で見た目のね、給料が良くなるっていうことがあるんですよ。例えばですけど、この420万円。これ、だいたいね、うちの臨床10年目の PT の時間外労働ゼロ。そして、交通費とかね、住居手当とか、そういったものが全部ゼロだったと仮定すると、だいたいうちは430万円なんです。で、年間休日114日で、有給取得率 82.6% で。これ、例えば、みなし残業が月10時間入ってますっていうと、実は年収ベースだと391万円なんですね。20時間だと366万円。30時間だと344万円、82%。だからこれ、
金額を見たときに、このみなし残業が入っているのか入っていないのか、そして入ってるんだったら10時間だったら 10% にゃ、ね、20時間だったら 15%、30時間だったら 20% にゃ、こういった視点を持っていないと、本当にその給与がいいのか悪いのかっていうのが見えなくなる。ただ ごめんなさい。これは、時間はいいからお金が欲しいっていう働き方をしたい人だったらそっち側の方がいいです。私、ライフスタイルって言いましたけど、要するにあなたは何が大事ですかっていう話ですから、自分は自分の時間を使ってお金にして何々が欲しいとか、そういう生き方だって別に全然大丈夫ですから。いい悪いの話ではなくて、私はこう考えてるからこういう会社にしてます。ただ、そうではない人が働きやすい職場だって絶対あるんですよ。だから労働基準法を守っている限り、職場にいいも悪いもないんです。あるのは合う職場か合わない職場だけなんです。これだけしっかりとお伝えして、今回のお話としたいと思います。はい、このリハの目チャンネルでは PTOT、SEO の皆様に良いような情報をお届けしたいと考えております。また、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。